ユーストリームでも放送してますので、皆さんの素敵なおパンもネットで配信されます。こう、混ぜたらこうしてください。レンズ壊れませんか？大丈夫です。大丈夫ですよ。オープニングで。はい、時刻は7時を回りました。 FM 小座のスタジオから今日も生放送でお届けいたします。ここからはわらびちゃ応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナのお時間がやってまいりました、パーソナリティ、進化進行は私中野町小学校 PTA 3年生の宮島真一と、はい、FM 小座の池城めぐみです。めぐちゃん元気？元気です。いやもう早いもんでね、はい、1月ももう19日ですよ。そうですね、もう今年もあと11ヶ月。早いような、早いような、なんだろうかって感じですけれども ね、はい、あのもう冬休みモードも、正月休みモードもすっかりもうなくなって、ね、これからまた2月、ね、3月とちょっとね、子供たちは、まあ、例えば中学生、中学3年生だったら受験シーズンだろうし、そうですね、もうセンター試験も ね、そしてこれからまたね進級する、生徒たちも ね新しいクラスになっていくとかね、なんだろう、こうちょっとキュンキュンする季節に入っていくよね、ここからね、そうですね、別れの季節もありますけれども、はい、出会いの季節でもあるわけですけれども、まあ、こんな寒い中今日は賑やかですよ。はい、ねもうね、このガラスの向こう側で、ね、とても元気に、ね、出番を待ってますよ。超手振ってますね。はい、この番組はですね、はい、毎週この時間、まあ、生放送してるわけなんですけれども、沖縄市内にあります小学校中学校それぞれの学校が週替わりにスタジオに遊びに来ていただいて、学校の話、生徒のみんなが今どんなことを頑張っているのか、そして地域ではこんなことをやってますよとか、そんな話が膨れ上がったらいいなと思ってます。もちろん番組では皆さんそれぞれインタビューするわけなんですけれども、大人子ども限らずですね、今頑張ってること、将来やってみたいことなんかもですね、必ず聞くような形になっております。基本的にはですね、この番組はまあもちろん参加型ですので、リスナーの皆さんからもどんどんメッセージを送っていただければななんて思っております。本日のゲストは三郷小学校が今日はスタジオに来ておりますので、バンバン三郷小学校が母校だ、近くに住んでいる、今まさにいろいろ関わってますとかね、そんなメッセージもあったらどんどん送ってください。もちろん子供が通ってるということもあって PTA もやってますよという方もどんどんメッセージを送っていただきたいと思います。 FM 講座 E メールアドレスはこちらです。はい、メールアドレスが761@fmkoza.jp です。はい、そしてこの番組はですね、ユーストリーム、そしてツイキャスでも映像配信も行っておりますので、ラジオを聞けない、地域に住んでらっしゃる方はスマホやパソコンを使ってですね、見えるラジオとして、PC から見ることもできますのでチェックしてください。詳しくは FM コザを検索してくださいね。よろしくお願いします。てなわけでございまして、毎週言ってますけれども、インターネットで放送してますから、はい、世界配信でございます。そうです、いろんなところで見ることができると思いますので、三郷小学校にゆかりのある方、あ、今日母校だから後輩たちが出てるよとかね、先生たち、こんな先生たちがそういえばいるんだよなとかね、あ、出てる出てるとかって、もし気づいたらどんどん皆さんに広めていただきたいなと思っておりますよ。よろしくお願いします。はいはい、今日はゲストがたくさんいるので、少し前半は巻いていこうかしら。そうですね、にぎやかですね。なんて思っておりますよ。はい、よろしくお願いします。わらびんちゃ応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナ。この番組は沖縄市 PTA 連合会、そして殺虫剤のふまきらの提供でお送りします。そんな感じで、あとは皆さんと僕がリードしていきますので。今から。まあ、僕は振りますので自己紹介をしていって、その後ちょっとインタクを広げていきます。もうおかげさまで2年3年目に突入したんです。はい、この間タイムさんにも新報さんにも取り上げていただいて、僕自身も PTA をやってる文化の活動でこの番組企画があって始めてしまいました。はい、いや一応プロなんです。できることをやっているので、はい。
FM 小座のスタジオから今日も生放送でお届けしております。毎週月曜日のこの時間、夜7時から1時間生放送でスタジオからわらびちゃん応援ラジオ PTA パート楽しく INA をお届けしております。本日のゲストは三郷小学校です。まずは先生の皆さんたちにですね、スタジオをあったかくしていただきたいななんて思っておりますよ。今日はよろしくお願いいたします。まず一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。三郷小学校教頭の倉根純と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。三郷小学校一優しいと有名の加陽田博史です。よろしくお願いします。よっよろしくお願いします。そして、はい、こんばんは。こんばんは。三郷小学校6年担任川上拓也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、子どもたちがたくさん実はこの後ゲストで控えているので、ね、大人の先生の皆さんたちはですね、自分たちがまさか出るとはっていうふうに油断してたかと思いますけれども、しっかりいろいろアピールタイムなのでお話しさせてくださいね。はい、はい、頑張りま す, よろしくお願いします。さあ、京都先生、はい、倉根先生はですね、今学校で頑張ってることなんでしょう。そうですね、うん、子どもたちがいつも安全に安心して登校できるように、うん、毎朝、うん、高三の指導頑張っております。なるほど、はい、子どもたちの朝聞こえるおはようございますっていう声っていうのは、その地域地域に響いていくこの感じっていうのはとってもいいですよね。はい、うん、その日一日元気が出ます ね,、うんうん、ですね、この挨拶で、ね、またいつも見ている子が元気ない時とか、うん、また元気ある時とか、そういう姿も見れて、うんうんうん、とてもいいですよ、ねえ、はい、おそらく他の小学校中学校もそうかもしれないですけれども、 PTA の皆さんもね、なんだろう、代わり番号にその担当割り当てでされてると思うんですけれども、はい、PTA の皆さんもこういうのって経験ってあまりないじゃないですか、はい、ね、その時自分たちの子どもたちがいる間の経験だと思うんですけれども、はい、こういうのってそのいつも先生だと子どもと、はい、接触してるじゃないですか、はい、で PTA の皆さんってこういう限られた時間ですけれどもチャンスじゃないですか、はい、そういうのって皆さん声は聞かれますか、大人保護者の皆さんからやってよかったとか、はい、そうですね、年に2回程度、うんうん、保護者の方も、うんうん、当番があるんですね、うんうん、その中で参加した保護者の声は子どもたちのこの元気な挨拶で、うんうんうん、なんかいい気持ちになるということで、うんうんうん、そういう声がよく聞こえますね。そうですよね、はい。ちなみに、加陽田先生も聞きたいと思いますけども、はい、加陽田先生は学校で頑張ってること何でしょう。学校で頑張ってることはですね、うん、今やっぱり6年生と一緒に朝の活動を掃除やっていることと、なるほど、今年ちょっと生徒指導に就任しまして、うんうんうん、挨拶やら、うん、忘れ物、うん、遅刻などの指導を少し子どもたちに話しながら頑張ってます、うん、そんな加陽田先生、最近した忘れ物は何ですか。最近はですね、さすが先生、財布ですね忘れ物してますね、はい、子供たちと、まあ、毎日、ね、時間を過ごしてるわけなんですけれども、うん、先生っていう職業っていうのはどうですか、楽しいですか。それはもう楽しいですね、はいはい、どんな瞬間特に感じますか。本当です。特にこの6年生とっても素敵で、うん、この子たちと一緒に授業をやってる時がとっても楽しいですね、うん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 、先生がやってる授業っていうのは、まあ、僕いつも言うんですけれども、例えばミュージシャンだったらライブだと思うんですよね。毎回毎回の時間が本当に、はいはい、まあ、コンサートというかその触れて、うん、そうですね、要するにコール&レスポンスがあるわけじゃないですか、うんうん、分かってくれてるかな、伝わってるかなとかって、はいはい、そういう意味ではもう毎日ライブしてる感じじゃないですか。毎日そうですね、うん、もう今日はダメだったなとか、今日のちょっと受け良かったなとかっていうのを毎回反省しながらですね、うんうん、ね、授業はだからその伝わってるなって思った瞬間って本当に先生冥利につきますよね。そうですね、うん、とっても楽しいです。あ、本当に楽しんでいらっしゃるようです、加陽田先生。みんな加陽田先生のこと大好きこう言わされてる感も否めないですけど出番待ちのギャラリーに子どもたちがたくさんいます。さあ、続いて川上先生、はい、川上先生、今頑張ってること何でしょう。頑張ってること、うん、わ、そうですね、日々の授業、うん、どうやったら子どもたちが楽しく理解できるかということを、うんうん、なるほど、毎日ってます。川上先生はいくつの時に学校の先生という職業に就きたいなと思いましたか。僕はちょっと遅かったと思うんですが、うん、20歳の時に、はい、教師になりたいという夢を持ちました、うん、それは何きっかけだったんでしょうか。
そうですね、ボランティアで行った読み聞かせがきっかけで、うん、ほう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 、読み聞かせのボランティア、はい、これまた珍しいというかその年でっていうのはなんかどういうきっかけだったんですか。そうですね、昔からお世話になっている方がいて、うん、その人の命令は絶対なので、うん、なるほど、もうお前来いと。あーはーはーそれで最初は荷物運びからだったんですが、そのうち人手が足らず、うんうんうん、僕もいきなり読まされることになって、うんうんうん、初めは緊張したんですけど、うんうんうん、この子供たちの食いつく目といいますか、うんうんうん、そういう眼差しに惚れまして。なるほど。じゃあそのきっかけがなかったら今ここにいなかったかもしれないですよね。そうですね、やっぱ人生って面白いですね、そういう読み聞かせ。三沢小学校は朝の読み聞かせという活動もありますか。はい、教授どうでしょう。毎週木曜日に、うんうんうん、あります。うんうん、はい、それはお父さんお母さんたちが。あ、そうですね、っていう感じですね。お父さんお母さん方もいるし、うんうん、また OB の先生とか、うんうん、それから OB のまたお父さんお母さん方も入ってます。うんうんうん、いいですね。うん、PTA の皆さんの活動ってどうですか。そうですね、うん、三郷賞も、うん、在籍が830名いますので。830名、はい、かなり保護者もいて、うんうんうん、いろんな行事、うんうんうん、秋祭り夏祭りもあるんですが、その時の協力もすごいですし、うんうんうん、また PTA 作業等も、うんうんうん、かなり参加してくれます。なるほど。はい、なんかとっても生徒たちのなんかスタジオに入ってきた時の元気さといい、みんな本当にいい関係、なんかいい感じになってるんだなっていう雰囲気がとっても伝わりますね。さあ教頭先生、はい、この番組を通してお礼を言いたいという話がありました。はい、そうですね、うん、実はですね、去年の3月に新校舎ができまして、うん、はい、引っ越しをしたんですね。うんうんうん、その時に多くの方に協力していただいたんです。はい、もちろん保護者はもちろんですけど300名ほど、うんうん、それからですね地域の自治会、うんうん、三郷自治会、はい、それから松本自治会、うんうん、千葉南自治会の方々も協力してもらったり、うんうん、また三郷中央区の青年会がありまして、うん、へーへー、チュラ里の会ってあるんですが、これは北見の出身の方もいるんですけど、はい、その青年会も仕事が終わった後に、5時後にですね、うん、学校に来て引っ越しの手伝いをしてもらいました。嬉しいですね。はい、それと未来効果も近いんですね。そこの部活の生徒さん60名が来て、力もあるので、うんうんうん、かなり大きい荷物も運んでもらって、本当に多くの人たちに支えてもらって、引っ越しが無事成功に終わりました。そう、これって本当ね大変なことですからね。これは嬉しいですね。やっぱり地域の皆さんがこういったその時々のその行事に関わるのにたくさんの人たちの協力がやっぱりいますからね、いりますからね。いや本当に嬉しいですね。さあ大人も子供も関係なく一人に必ず伺っているこれからの話、将来の夢目標なんかも伺いたいと思います。川上拓也先生、はい、大きくなったら何になりますか。もう大きいですけど。そうですね、うん、今年4月に、第一子が生まれまして。 おめでとうございます。ありがとうございます。うん、その子供のために立派な大人になりたいと思います。うんうん、そうだよね。まあ本当にね、リスナーの皆さんもそうかと思いますけれども、障害学習って言葉ってなんとなく聞いたことあるけれども、こうやって意識するとずっとね、やっぱ、うん、死ぬまでずっと吸収していかないといけないこと、考えていかないといけないこといっぱいありますからね。やっぱ子供ができると変わるでしょ。そうですね、うん、まだ、父親として1年目ですが、うん、ルーキーとして楽しく頑張ってます。う、ね、もう一番辛いのはね、奥さんにね、子供がうち2人も3人もいるんだよみたいな、旦那も入ってるみたいな子供に。さあ続いて加代田博先生、はい、これからの夢目標。そうですね、夢、教師としての夢は叶ったので、うんうんうん、あとは三郷小学校を日本一の学校にしたいなっていうことと、うんうん、拓也先生に続いて僕も第一子が欲しいなと。欲しいなね。あ、欲しいなですね。相手はいらっしゃる。はい、結婚はしてます。あ、そうですね。これからじゃああれですね、はい、いろいろ頑張らないといけないですね。頑張ります。はい、ぜひぜひ。その三郷小学校を日本一の学校にしたいという思いは具体的にはどんな形でと。やっぱりですね、挨拶も上手で、うんうん、なるほど、やっぱ子どもたちがキラキラしている、うんうんうん、笑顔で学校に来れる学校にしたいなっていうのが一番の理想ですね。そうですね、うん、誇りを持って、ね、通える学校にしたいということでしょうかね。うん、はい、ありがとうございます。そして倉根淳教頭先生、これからの夢目標は何でしょう。はい、紙にはこういう世界史って書いてあったんですが、うんうん、はい、うん、退職後に
あの子どもたちと関わりたいので、うん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 、近くの学校の高3で指導、うんうん、引き続き頑張っていけたらなと思って、いいですね、あと4、5年後です。頑張ります。あと4、5年後はでもこういう目標があるっていうのは生きがいになりますし、おそらく世界一周もね、ぜひやって、その経験っていうのがね、みんなに伝えられるっていうのも子供と触れる時のいい素材になると思いますのでね、羨ましいね。そっか、どのくらい退職金もらうのかなとかいろいろ気になりましたけどなんつって。さあ、大人の時間はこのぐらいにして、ここで一つ三郷小学校の校歌をお届けしたいと思います。校歌の後、元気な子供たちがスタジオに入ってきますよ。お楽しみに。それではお届けしましょうか。準備 OK でしょうか。それではリスナーの皆さん、母校が三郷小学校という方は一緒に懐かしいなと思いながら歌ってみてはいかがでしょうか。お届けしましょう、三郷小学校の校歌。吹奏楽もいたんだっけ、だよね。このさっき先生から預かったこれ、合唱曲変わらないもの、これは別に関係ないんだっけ。大丈夫です。お名前なんだっけ。大城君。はい、聞いていただいたのは三郷小学校の校歌でした。いかがだったでしょうか。リスナーの皆さん、懐かしいと思った方もきっといらっしゃったんじゃないでしょうかね。さあ、本日のわらびんちゃん応援ラジオ PTA パッと楽しくアイエナ、本日のゲストは三郷小学校です。今日は3チームに分かれてスタジオに、入れ替わり立ち替わりでですね、お話を聞いていただき、いきたいと思いますよ。まずはじゃあ今スタジオに入っている3名それぞれマイクに近づいてですね、自己紹介を一人ずつお願いします。まずはこちらから、どこどこ小学校何年生、お名前いいよ。三郷小学校6年生のおしろおとやです。 おしろおとやくん、何選挙出んのおしろおとやくん、ありがとう。そして三郷小学校6年のコーチあやみです。コーチあやみちゃん、ありがとうございます。そして三郷小学校6年生の田畑咲です。はい、ありがとうございます。田畑咲ちゃん、ありがとうございます。みんな元気？はい、なるだけマイクに近づいておしゃべりしてくださいね。一人ずつ聞いていこう。おしろおとやくんは今学校で頑張っていることはどんなこと？児童会活動です。児童会活動、児童会っていうのはどんなことするの？と朝の挨拶運動や、走ってる車、交通安全委員会のっていうのがあって、で、なんか車に近づいて梨を配って、梨、食べる梨、そうです、でそしてから、交通安全を呼びかける運動って。へえ、梨もらえんの？もらえる。え、それもう終わった？終わったそうなんだ。こんなこともやってるんだ、ちょっと面白いな。これあげるときってさ、その、車乗ってるドライバーにあげるんでしょ、タイミングを見て。どんなリアクションがあった？どんな風なこと言われた？何これ、いいのもらってみたいな感じでしょ。まあ、そうね、喜んでた。はい、面白いね、こんなことするんだね。ちなみにおしろ、これもう時間かかるから、おしろおてやくんでいい？おてやくんは児童会長してるんだ。児童会長ってなんかプレッシャーとかない？大丈夫？大丈夫です。大丈夫。児童会長として何かいつも気にしてることとかあったら教えてください。例えばこう、みんなを引っ張るためにちゃんと意見を言おうとかなんかあったりしない？まとめようとか。みんな仲いい？
仲いいかったら上等さね、よかったよかった、いろいろ頑張ってますね。次はじゃあコーチあやみちゃん、あやみちゃんにも聞いていこう。あやみちゃん頑張ってること何？委員会活動です。委員会活動どんなことやってる？集会委員で、うん、学校の行事とかに司会を務めたりしています。ほうんうん、すごいね。司会するとき緊張しない？緊張します。もうマイクに近づいて、マイクに近づいて。緊張するよね。はい、そうだよね。そういうときどうすんの？うん、頑張って大きな声出そうとかね、やってる。はい、そっか、学校楽しい。はい、いいね。なんかね、今日来ているスタジオに来ているみんなはですね、みんなそれぞれいろんなことを頑張っててですね、こんなことやってるんだっていうのをやってるらしいんですけれども、田畑咲希ちゃん、はい、ね、さっき打ち合わせだとなんだっけ、吹奏楽だっけ、違うわ、自由研究と、うんうんうん、あと観光の作文で賞を取りました。観光の作文で賞を取った、はい、どんな内容の作文だったか覚えてる？ん？持ってんの今日？いえ。あ、持ってないんだ。なんか持ってるから。これは何？これは、うん。いろんなこと頑張ってるよね、さきちゃん。今、はい、持ってるやつを今日言いたいから持ってきたんでしょ？違うの？ちょっと僕見ていい？ちょっと見ていい？いますよ。これは全部さきちゃんのこと？あ、はい。そうなの？さきちゃんのこと、あ、自分で読んでごらん。うん。まずはこれから。中部地区小中学校児童生徒科学作品展、4年銀賞、5年銀賞、6年金賞、第11回沖縄の観光意見発表コンクール優良賞です。すごいね、めっちゃ賞もらってるじゃないですか。僕気になったのはね、まず科学作品どんなの作ったの？これってまず最近で作ったやつの、6年生で金賞取ったやつは、バナナの皮を使って、うん、バイオエタノールを作るという実験をしました。バナナの皮ってエネルギーに変わるの？はい。すごいね。滑るだけじゃないんだバナナって。はい。すごいね。どうやって作ったの？エタノール、はい、おー、簡単に教えてもらっていい？バナナを発酵させて、うんうん、それから出る汁を使って作りました。うんうんうん、これって一体どういうものに使えたんですか、そのエネルギーというか。ガソリンとか、うんうんうん、あとはに変わるようなものになったってことだよね。はい、すごいな。あともう一つ、観光作文コンクール、沖縄の観光について意見発表したんだ。はい、どんなことを発表したか覚えてる？うん、どうしたらいいのかなって話よね多分。うん、沖縄の観光これからどうしたらいいの？これからは病院などは行くのが嫌になるので、うんうん、その嫌にならないようにホテルと病院を一緒にさせたらいいんじゃないかっていう、うんうん、なるほど、そういう提案をしたんだね。はい、すごい。そしたら優良賞、はい、すごいね。そういうのにせっかく発表したものだから、なんかいつか大人たちが形にしてほしいよね。はい、ひょっとしたら形にするのはさきちゃんかもしれないですよ。頑張ってくださいね。はい、さあ次はあやみちゃん。あやみちゃんはなんだっけ？吹奏楽です。そうだよな、あやみちゃんが吹奏楽だ。どういうことがあったの吹奏楽で？あ、7月の大会で、うん、沖縄県吹奏楽コンクールで金賞を取って、うん、九州派遣に選ばれて、うん、九州吹奏楽コンクールでは銀賞を取ることができました。うん、これすごいね。ちなみにあやみちゃんは何楽器？パーカッションです。パーカッション、パーカッションってかっこいいね。みんなで何人いるの？全体合わせて20名くらい。あ、そう。あ、まあでも結構あれだね、チームとしては少しこじんまりというか周りに比べたら少ない方じゃない？はい、ね、でもチームがいい感じになってんだね。はい、いい音出してる。はい、今ももちろん続けてんだよね。はい、中学になってもやりたい？やりたいです。あー、パーカッション以外でもやってみたい楽器とかは？サックスやってみたいです。あー、いいね、サックス渋いね。ぜひ頑張ってください。はい、はい、これからまた派遣の予定とかはもうない？金管バンドフェスティバルがこれからあるので、うん、それに向けて今練習を頑張っています。ほうほう、これは県内での話？これも派遣？派遣はどこに行くの？九州。あ、これからなんだ。ということはあれじゃない、みんなで、なんだろう、お金が必要でしょ、はい、ね、これで活動頑張りたいのでお願いしますっていう募金活動的なことはやってる？やってない。これからやるかな？わかる。
あ、本当みんなで一緒に行けるといいね、たくさんでね、はい、頑張ってください。そして大城音也くん、音也くん笑顔が素敵ね、はい。そんなあなたもなんか科学関係で何か賞もらったんでしょ、何なの。あ、科学作品展銀、うんうん、銀賞、銀賞、6年生で6年生何作ったのあなたは。うん、忘れた。生活排水で植物を育ててみよう。生活排水で植物を育てる、まあ、まあ簡単に言うと、まあ、汚い水でまあ、うんうん、カイワレを育てる。おお、これできたの。まあ普通の水でやったやつと、なんかあの、うん、米を洗った後にできるやつが、なるほどなるほど、育ちました。あ、ほんと、いわゆる米の研ぎ汁をどうにかして、これ何、ろ過的なことをするの。まあそんな感じ。そんな感じ。それで銀賞。すごいな。これって一人で考えたの、うん、一人で考えた、うん、すごいな。今度あの科学展ってあるよね、ミュージックタウンでね、あれも見に行く、あれ知らない、今度あるんで、大きいイベントが2月にどっかに、あのチラシポスターあると思うんで、こんなに科学にね興味があるんだったらぜひチェックしてください。今日まだまだこの後チームがたくさんあるので巻きます。はい、一人ずつ将来の夢を聞きましょう。まずはさきちゃんから。田畑さきちゃんは将来大きくなったら何になる。ツアーコンダクターになりたいです。ツアーコンダクター、そっか、さっき意見発表でも沖縄の観光について書いたもんね。はい、そっか、お客さんがたくさん来る素敵な沖縄を作りたいってこと。はい、ツアーコンダクター。おしゃべりも結構上手にならないとあれだはずよね、はい、頑張ってね。はい、はい、さあ次は、コーチあゆみちゃん、将来どんなことしたい。中学や高校でも吹奏楽部に入りたいです、うん、そっか、音楽を続けたいってことですね。はい、音楽はねずっと続けてください、はい、ね、大人になってもね、いつかなんかのバンドに入れるかもしれないしね、サックス吹いたらジャズの世界に行けるかもしれないしね、いろんな音楽のね世界を見て楽しんで続けてくださいね。はい、はい。そして大城音也くん、大城くんは大きくなったら何になる。アナウンサーです。アナウンサー、あ、思い出した。おてやくん、僕喋ったことあるね。小座の裏側出てたね。ああ思い出した。出てたね。おてやくんね、あれから変わらずアナウンサーになりたいってことなんだね。ああ、すごいな。アナウンサーになるためには何したらいい。テレビに出る。テレビに出る。そうだな。まあでもテレビに出るためにはみたいなこともありますけど、まあ元気にいろんなことをね学んで大きい声も出せるようにしてくださいね。はい。はい、君だったらできるよ。はい、ありがとうございます。世界の終わりのドラゴンナイトありますっけ。ではここで1曲、田畑咲ちゃんのリクエスト曲にお答えしてまたメンバーチェンジをしたいと思いますよ。じゃあせっかくなんで咲ちゃん、これのこれって言ってもらっていいですか。世界の終わりのドラゴンナイトです。はい、お届けします。CM 入れましょうか。はい、もう入れます。うん、この曲の後でそのまま入れます。
ワンダイレクションクレイジーってありますか？クレイジー、ワンダイレクション、ワンディーン。やる気だよ。何もじゃないよな。ちょ、集めるってことない？まあね、でもそこはクレイジーの声が。うるさい。聞こえる？聞こえる？聞こえるわけないさ。聞こえる？聞こえる？聞こえるわけないさ。こっちのこっち来る。あ、怖いね。ちょいドキドキする。バイバイ。あ、ごめん。ここでこれ行くわ。この。あ、耳キュンキュンしないの？ドキドキ感じで。歌長いの？歌ってる。あ、今流れてるんですか？流れてる。うん。うん。あ、聞こえない。聞こえない？盛り曲げようか。聞こえるでしょ。あ、聞こえる、聞こえるんじゃん。聞こえる。聞こえるんじゃん。これ聞こえるよ。うん。聞こえる。聞いてる。あきひとがるから大丈夫よ。あきひとがこの場を楽しくしてくれるから。あきひと喋りにくなった。なんて言ったら。うん。終わった。みみとみみがさ喋りにくなった。あきひと喋ってよ。股間でいきね、ゴキブリのクラブ。声でかい。うるさい。違う違う。もう始まるんですか？18歳。アキット面白いな。アキットって、アキット兄弟何人いる？3です。3人。一番上？一番下。一番下。成人。あ、なんだこれ。次始まる。ほんとね、もう一本 CM ある。よっしゃ。嘘だ、怖い。みんなラジオ出るの初めて？大丈夫だよ。あの先生たちも緊張したぐらいだけど大丈夫だよ、うん、さっきみたいな感じで話せる。あ、喋りにくなってる。どうすね。あ、そうしよう。あ、取らんで。違う。あ、次始まりますよ。はい、時刻は7時32分を回ったところです。お届けしているこの番組はわらベンチャー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナ FM 小田のスタジオから今日も生放送でお届けしております。本日のゲストは三郷小学校です。メンバーが変わりましてスタジオにはまた新しいチーム3名が来ました。今日はこの後まだチームがあるのでですね、結構みんなね、生活委員会とかね、放送委員とか各委員会の活動は頑張ってるというふうにも雰囲気見てたら分かりましたので僕は思いました。みんなそれぞれの夢の話を中心にちょっと掘り下げていこうかななんて思いました。だって僕の目の前にはもうきっと夢にまっしぐらっていうねあの子がいますから早速聞いていきたいと思います。まずはじゃあ一人ずつ自己紹介からいこうかな。何々小学校何年生なんとか、はいどうぞ。三郷小学校6年生の木崎明人です。よ、よろしくお願いします。そして三郷小学校の6年大城好美です。好美ちゃんよろしくね。よし、よろしくね。そして三郷小学校6年の徳本美由美です。徳本美由美ちゃんよろしくね。じゃあ早速聞きたいと思いますよ。三郷小学校6年生木崎明人くん、はい、学校楽しい？楽しいです。楽しい。何やってる時が一番楽しいの？給食の時間です。給食の時間が一番楽しい、はい、もう見てわかった。おじさん見てわかったよ。今日の給食は何だった覚えてる？イナムグッチとイナムグッチとグル君の唐揚げが美味しかったです。グル君の唐揚げが美味しかった、はい、これってさやっぱりみんなそれぞれあの食べる量っていうかね、あのクラスに配分されるの、ね、限られてると思うんだけど、はい、足りる給食？おかわりします。おかわりするよな、はい、おかわりってやるときってさもちろんたくさんおかわりしたいね友達がいたらそれなりになんかじゃんけんとかするの？はい、うん、いつも勝つ。今日は負けました。今日負けたんだ。あ、そっかそっか、残念だったね。さあそんな木崎明人くんの給食が大好きな明人くん、将来の夢は何ですか？ず
全国で活躍する相撲選手です。はあ、相撲取りになりたいんだ。あ、今すでにやってんの？はい、やってんだ今。うん、まあ、うん、なんか今紙メモってるのあるじゃん。それなんて書いてんの？これはちょっとあの大会の名前が書いてます、うん、あ、大会の名前書いてんのか。はい、俺にあげるのか。第36回 OTB 杯沖縄県相撲選手権大会6年生個人の部でなんと優勝。優勝ですよ、すごいな。これで優勝することによりなんと全国わんぱく相撲大会の出場権を獲得。これはいつなの？あ、これは夏休みの月でもう終わって。あ、終わったんだ。その時は一体どんな結果だったんでしょうか？2回戦でベスト16で、うん、2回戦までの試合やった、はいはい、どうだった？全国の壁は。あ、緊張しました、うん、緊張したか。はい、そっか。この結果っていうのはもちろん、ま、満足というか納得はしてないわけだよな。はい、これからお相撲さんになるためにはどうしたらいいんでしょうか？もっと練習を頑張っていきたいです、うんうん、そうだね、はい、やっぱり体大きくしないといけないもんな。はい、兄弟何人兄弟だっけ？3人います。3人兄弟の末っ子だっけ？はい、はい、お兄ちゃんたちも明人君みたいに大きいの？あ、お姉ちゃんは新体操をやってて、うん、あ、スポーツ家族だね。そしてお兄ちゃんも一応相撲をやっています。兄弟で相撲やってんだ。はい、お兄ちゃんに勝ったことある？あー、ないです。まだない。そっか、はい、まずお兄ちゃんにも勝ちたいよな。はい、そっか。何歳離れてんの？今お兄ちゃんが高校3年生で、うんで、6歳、うん、7歳ぐらいです。はあ、そっか。じゃあちょっとしばらく勝てそうもないかもしれないな。はい、でもいいライバルになるといいね。はい、なんとですね、今回のそのいろいろな経験がですね、いろんなのにつながっていて、なんと大学生との稽古にも参加した。はい、そして、うん、あの何人？僕の お父さん、あ、うん、おじが、おじさんが日本大学の監督を、はあ、相撲の監督をしていて、うん、そのつながりで、うん、日本大学の宿舎に泊まらせていただいて、うん、練習にも参加させていただきました。いただきましたか、すごいね。なんと聞いたら何、ここの部屋、横綱千代の富士の部屋だよね。はい、そこにもお世話になったと。はい、会えた千代の富士？はい、おお、会いました。すごい、ウルフに会った。すごい、どんな感じだった？もうなんか、うん、なんかもうす、うん、喋れないというか、おうおう、オーラがなんかすごかったです。すごいな。ぜひいつかきっと木崎明人くんは横綱になりたいよね。はい、頑張ってね。はい、すげえ。まずは明日のまた給食時間のじゃんけん負けないように。はい。はい、じゃあ次は大城好美ちゃん。はい、好美ちゃん、将来の夢目標何？新体操でオリンピックに出ることです。オリンピック2020年東京オリンピック狙ってる。はい、すごいな。新体操って結構頑張ってる人多いね、沖縄市はね。はい、ね、きっかけは何だったの、やってみようっていう？お姉ちゃんが入ってたので、うん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 、そうなんだ。え、どこの団体チームってあるよね？あ、うん、クラブとかもあるんですけど、うん、三里は部活なので、うん、あ、部活であるんだ。あ、すごいな。何名いるの全部で？27名です。27名。え、小学校でもやはり発表とか大会みたいなのもあるの？ あります。お、最近あった大会の結果が何かがあれば教えてください。あ、うん、うん、ハイビスカス杯という大会で、うん、ってリボンで1位を取りました。すごい。リボン、このみちゃんリボン得意なんだ。そっか、やってて楽しいなって思う瞬間いくつかあると思うけど、どんな時が楽しくなる？演技を踊っている時が一番楽しいです。楽しいのが一番だよな。でも先生が厳しかったりする時もあるんじゃないの？ あります ね。それもひっくるめて楽しい。はい、あ、すごいな。将来はオリンピックに出る。はい、出るためにはどうしたらいいんでしょうか？もっと練習を頑張っていきたいと思います。ねえ、すごい。ぜひぜひ2020年沖縄の人たちが釘付けになるような、ね、演技ができるようにね、目指して、オリンピック目指して頑張ってくださいね。はい、すごいね、みんな志が高い。じゃあ次は徳本美由美ちゃん。はい、美由美ちゃんの将来の夢目標を教えてください。
将来の夢は水泳でオリンピックに出ることです、うん、これまた水泳でオリンピック、はい、水泳はいくつからやってんの？うん、2年生ぐらいです。あ、結構遅い方じゃないの？はい、ね、はい、やってみるきっかけはどんな感じで始まったの？うん、そんな別に簡単、あの、うん、夏でただ暑かったからプール入りてえと思ったんだ。はい、それだけです。あ、そしたら思いのほか泳ぐことが楽しくなっちゃって、はい、気がついたら君早いねみたいな感じ、うん、はい、あ、得意な方は？得意なのはバタフライです、うん、バタフライできんの？はい、すごいね。もうおじさん今からやっても四十肩来てるからさ全然上がんないよ。すごいね。小学生でもバタフライってやれるんだね。はい、どう、やっぱりこう、まあ、練習きついはずだけど自分が成長していく感じってわかるでしょ？はい、大会で結果出した時とかは嬉しいです、うん、ね、はい、最近の大会の結果はどうだったの？最近は、うん、西日本水泳競技大会という九州大会で、うん、大会新記録で4位入賞したことです、うん、すごいな。でも4位か惜しかったです。ねえ、やはりトップ目指してるもんな。はい、あ、これからの目標はやっぱりこうオリンピックということなんだけど、はい、今まさに課題にぶち当たってること何か一つ教えてください。今課題は、うん、バリバタフライで、うん、あんまり体力ない方なので、うんうん、体力作りとかもやっていきたいと思います。あ、具体的に小学生の水泳で体力作りってどんなことするの？うん、いろいろあるんですけど、うん、陸上とかだったら、うん、走ったりすることもあるんですけど、うんうん、でもプールの中でやるトレーニングは、うん、長距離泳いだり、うんうんうん、多い時とかは1500とかも泳げて。1500も？すごいね。すごいね。おじさん10メートルも泳げないと思うんだけど。はあ、すごい。リスナーの皆さん聞きましたか？こんな志高い小学6年生、三沢小学校にはたくさんいるんですよ。すごいな。素晴らしい。最後に質問。木崎明人くん。はい。ね。勉強も頑張ってる？あ、はい。あーってなっちゃう。勉強も頑張ってよ。はい、はい、ぜひ皆さん夢目標に向かって学校、生活も楽しんでくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ここでまた1曲挟んで次のチームにバトンタッチしたいと思います。次お届けする曲は三郷小学校の平成26年度の6学年の合唱曲で、歌われている変わらないものという曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。終わってから中止のっていう。
やしや。大好き、お前こんなこと言ってからさ、見せたらもう話にならんけど、軽いインタビューだけど。みんなはなんだっけ、こっちはテニス、はい、こっちはどっち、主張サッカー、どっちです、どっちです、でバレーです、バレーボール、一応あのバスケ抱えてますけど、うん、今はどっちやってます、あ、どっちもやってるってこと、どっちがやってて、バスケはこれから、あー、なるほどね、中学生からやるってこと、どっちボールだよ、どっちボールです、どっちボール、どっちボール、弱いのに出ていいのかな、弱いの出ていいのかな、さっきみんなが出てたの聞いてたよね、え、あ、はい、うん、あんな感じで僕が質問していくから元気よく答えていってください、はい、あとマイクはこれは持ってね、そのままね、こっちですか、スイッチ、うん、そっちの分だけ、あ、いいな、スイッチ入れといていいよね、入れといていいからね、あとみんなマイクなるだけ僕ぐらい近づいて喋ってくださいね、これですか、アイキーもこっち近づいてください、はい、これぐらいでしょ、はい、そろそろ行きます、これぐらいですか、はい、時刻は7時45分を回っております。先ほどお届けしたのは変わらないものという合唱曲をお届けいたしました。さあ本日のわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくアイエーナ、ゲストは三郷小学校のみんなが遊びに来てくれております。最後のチームです。一人ずつ自己紹介していただきましょう。どこどこ小学校何年生、名前言ってくださいね。元気よくお願いします。こちらから三郷小学校6年の島袋愛希です。よろしくお願いします。そして次、三郷小学校6年の田場龍介です。三郷小学校6年生の田場龍介です。ありがとうございます。そして、三郷小学校6年、天童よしみとゆでたまごが大好きな崎山大輔です。どうやって喋るの、天童よしみが好きなんだ、はい、面白いな。次、三郷小学校6年の松林とはです。松林とはさん、さあみんなそれぞれやはりいろんな給食委員だったりですね、児童会役員とか朝の運動とか、みんなそれぞれやっぱり学校のことは頑張ってるということですよ、それぞれ一人ずつ委託していきましょう。まずは愛希、はい、愛希くんは学校で楽しいことは何？あ、友達と休み時間喋ったりするのが楽しいです。三郷小学校の6年生の男子生徒はおしゃべりするときはどんな話題で盛り上がるの？8.6 秒バズーカとか。なんて？バズーカ？あ、うん、お笑い芸人。ああ、お笑いやっぱみんな好きなんだね、はい、その中でも一番好きなのがそれなの？はい。どんなネタだっけ？なんかラッスンゴールライとか言ってから。あ、そう、おじさん知らないな、今度調べとく。そんな島袋愛希くんは将来の夢、目標は何でしょう？全国で活躍するテニスプレーヤーになることです。すげえ、テニスプレーヤー。そしてその向こう側、一番最終的な目標は何？錦織圭を超えることです。圭超え、はい、すげえな。ということはいろんなカップあるよね。ウィンブルドンとかも優勝しちゃう。はい。すごいな。今一日どれくらい練習するの？あ、毎日やってます。毎日。あ、ごめん、マイク近づいて喋ってよ。はい。テニスやるきっかけはどんな時だったの？なんかお母さんにやれって言われました。お母さんにやれって言われたの？はい。あ、そう、それで、うん、やろうってなったの？あ、はい。おー、で、やってみたら楽しい。あ、ちょっと、楽しかった。そう。最近まさに錦織圭がすごい活躍してるじゃない。はい。見ていてどうですか？すごいなって思います。すごいよね。めっちゃ練習してるよね、あの人ね。はい。ぜひ頑張って、いつかユニクロとかね、スポンサーつけて、はい、ね、頑張れる選手になってください。テニスで今の年だったら、まあオリンピックも目指せるよね。はい、ね、頑張れば。頑張って、頑張ってください。愛希くんはウィンブルドン優勝が目標。次は同じく6年生、田場龍介くん。龍介は今頑張ってること何？ドッジボールです。ドッジボール。ドッジボールってどうなの？大会とかもあるでしょ。はい。最近の大会はどうだったの？ですね、うん、うん、書いてあるじゃん。もう言って、全部言っていいよ。第24回、うん、春全国ドッジボール選手権沖縄県大会で、うん、で、なんとなんと、うん、なんと、うん、優勝しました。すごいな。素晴らしい、龍介くん。チームワークが素晴らしかったってことかな、これは。はい、そうです。マイク持ってよ、マイク。はい。すごいな。優勝した瞬間、どうだったの？みんなこう、イエーってもう抱き合う感じ？抱き合ってはないです。抱き合ってない。先生とかなんて言ってた？ですね。コーチとかは？覚えてません。覚えてないの？コーチの名前、お世話になったコーチの名前教えてください。ですね。うん。アッコ先生です。アッコ先生。アッコ先生に、一言、メッセージお願いします。ダイエットしてください。
だそうですよ、あっこ先生。そんな田原祐介くん、将来の夢目標を教えてください。中学生のバスケ部で、どっちからレギュラーに入りたいです。どっちから今度はバスケットやってみる。はい。そっか、すげえな。ぜひいつか琉球ゴールデンキングスで活躍できるような選手までいけるといいね。多分 NBA まで行ってしまうと思います。お、行っちゃう、 NBA まで行っちゃう。すごいな、言ったな。そんな田原祐介くんは NBA のプレーになりたいということです。頑張ってください。続いて崎山大輔くん。はい。大輔くんの将来の夢目標は何？僕はあれですね、中学校でも高校でもサッカーを続け、今地区取りに入ってるんですけど、それを超えて将来である、誰もが認めるサッカープレーヤーになりたいです。なるほど。イメージトレーニングするとき iPhone かなんかで天童よしみを聞きながら頑張る感じ？はい。なんで天童よしみが好きなの？ひばりはある、別に、誰からこの演歌とかそういう系の影響を受けたの？あれですね、テレビでやってるのを見て好きになりました。ほんとすごいな。大輔くん、サッカーの選手、目指してる選手、目標としてる憧れの選手って誰ですか？やっぱファンペルシーですね。あ、ファンペルシー渋いね。いつかレアルマドリード目指していけるといいですね。はい。はい、頑張ってください。さあ続いて松林とわさん。はい。とわさんは学校楽しんでる？はい。児童会の役員もやってるようですけれども、そんなとわさんの将来の夢目標は？中学校になるまでにジャンピングサーブを挑戦しているので、試合とかでたくさん決めれるようにしたいです。そっか、できるといいですね。はい。中学校はどこに行くとかってもう決めてるの？あ、三郷中学校。中学校になってももちろんバレー頑張る。はい。そっか。とわさんは今小学校の中では背は高い方になるのかな？あ、もっと大きい人がたくさん。本当？います。でもこれから身長どんどん伸びるしね。ガンガン頑張ってたくさん食べて大きくなってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。何みんなアイコンタクトしてなんか問題ある？大丈夫？あ、いや大丈夫です。OK。 みんなそれぞれいろんな夢目標を持っているということが分かりました。本当に三郷小学校のみんな元気です。リスナーの皆さんにはどんな風に映りましたか？もし大人になってしまった皆さん聞いていて、小学校の時ああだったな、こうだったな、これから負けてられないなとか、ああっていう風に受け止めた大人もきっといらっしゃったかと思います。来週もこんな感じでこのスタジオから、来週はどの小学校かな、中学校かな、いろんな夢を語っていただきたいと思います。今日みんな楽しかった？はい。わあ、最高だね。何、大好き、何か言いたいことがある？あ、ちょっと、ゴーシ君に言いたいです。何言って？最後のメッセージ、じゃあ大輔君からどうぞ。ゴシ、頑張れよ。もうよくわからないですけど、それきっと伝わったんでしょうね、きっとね。はい、ありがとうございます。ねえ、はい、いいよ、時間ないよ、パッて言って。リュウスケは何？アゴ先生、ダイエット頑張ってください。それさっき言ったやん。ロングブレスダイエットをおすすめします。みんな自由に、やっていただきました。ありがとうございます。来週は一体どんな学校が出てくるんでしょうか。楽しみにしていきたいと思います。本日のエンディング曲は崎山大輔くんのリクエスト曲、美空ひばりの川の流れのようにを聴きながらお別れしたいと思います。わらびんちゃう縁ラジオ PTA パート楽しくあいえな。この番組は沖縄市 PTA 連合会、そして殺虫剤のふまきらの提供でお送りしました。ナビゲーターは宮島真一と、はい、FM 高3の池城めぐみでした。はい、今日は本当にありがとうございました。じゃあ僕がまた来週っていうのでさようならって言ってくださいね。はい、行きますよ、せーの、また来週、さようなら。はい、OK です、終了です。はい、じゃあこれまたみんな戻すけど、こっちに感想を書くところがあるので、書いてからまたあちらのお姉さんに渡してください。